こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日は CP プラスオンラインの記念ということで、昔からカメラショーといえばこの三脚のご紹介ということになりますかね。スリックのプロミニのご紹介をしていこうと思います。とはいえ、今のモデルはここに書いてる通りプロミニ320というのが正しい名称です。当時のカメラショー、当時というのは私がこの業界に入った1990年代のカメラショーなんですが、私の先輩森康夫さんという方がスリックのコーナーでデモンストレーションをずっとなさってました。その当時のデモンストレーションというとマスターですね、まあ、今もマスター3というモデルでありますけど、そしてグリーンシャンク110、今で言うとスプリントクラスの三脚です。だいぶ様変わりしてしまいました。そしてエクセラスポーツ、これも今だとそうですね、ライトカーボン E74 あたりのイメージかなという感じの三脚ですが、当時のアルミの三脚です。そしてプロミニということで、プロミニだけがほぼサイズも仕様も変わらない製品ということなんですね。カメラショー、そして用品ショーとカメラショーがくっついたフォトフェスタジャパン、フォトフェスタジャパンが、東川町がフォトフェスタという名前を使ってるからやめろということになりまして、フォトエキスポになって、そしてフォトイメージングエキスポ、業界4団体のショーとなった後、今の横浜での CP プラスという風にどん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 時代が変わってきたわけですが、 CP プラスの様子も変わりましたけども、製品は変わってないというのがこのプロミニでございます。それではこのプロミニデモンストレーションでご紹介していこうと思います。皆さん、このようなミニ三脚プロミニ320、これだけ小さいとやっぱりローアングル、ローポジション用の三脚と思いますよね。このプロミニ320なんですが、長さ、畳んだ状態だと、あ、もう一段畳めるんだ。この運座標を倒して畳んだ状態が、これ正しい縮長、短い状態なんですが、205ミリ、20.5センチということですね。これを、まあ、カメラに先につけちゃいますと、で、カメラの方もね、今回はニコンの Z50 に、トキナーの ATXI100mm F2.8FF マクロということでマクロレンズをつけてますが、マクロレンズ、これ万能レンズですね。接写もできれば遠景も撮れるということで、こういったマクロレンズと組み合わせるとプロミニ320非常に万能に使えるかなということなんですけども、このように三脚自体が軽いので運台部分だけくるくると回してこうつけても、つけっぱなしてもカメラのネジ穴に負担がかからないということになりますね。で、今ゆらゆら揺れてますけども、ここの運台をここのネジでキュッと止めるとブラブラしなくなります。プロミニ320は普通の三脚よりも開脚角度が広くって、このまま置いても安定するんですが、さらに二段伸縮の足をこのように伸ばすと、はい、これで安定感を増して使うことができます。この状態でローポジション撮影ですね、鼻の接写といった時に低い位置で撮影することができます。当時のフィルム一眼レフ、90年代だとね、フィルム一眼レフですとこうして覗きましょう、で、まあ良ければアングルファインダーを用意して真上から覗きましょうなんてやってたんですけども、今だと液晶がこのように動いてライブビューでチェックできますから、当時よりもずっと使いやすい三脚ということになりますね。実はこのプロミニ320、足を縮めるとこの三脚の真ん中のエレベーターの下部分、吸盤、専門用語的に言うとサッカーがついていますので、これで車のボンネットの上に置いて、当時はボンネットと言ってましたけど、今セダン型の車よりミニバン型の車なんでボンネットがないかもしれないんですけど、上に置いて撮影という時に滑らない、これ滑り止めぐらいのレベルの吸盤です。窓にペタッと貼り付けて落ちないというわけにはいかないので、まあその滑り止めという意味で使っていただくというものなんですね。これで記念写真を撮ることができます。ローポジションと記念写真の撮影、ボンネットの上に置いたということでご紹介いたしましたけども、台の上に置くということができないときに
この三脚、じゃあ何の使い道もないのかというと、あります。今ついてるレンズが 100mm のマクロレンズということで、普通に構えて撮るとやっぱりちょっとブレが心配とか、あとは安定しないと構図がなかなか 100mm だとね安定しないなんてことがありますが、この三脚、例えばこうして90度雲台を曲げた状態で壁に押し当てて安定させて撮影っていうことができますよね。向きを変えるとエレベーター伸ばしちゃってね、こういう形で安定させて窓にへばりつけて夜景撮影なんて使い方もできますよね。こういった具合でいろんな工夫をして使うことができるわけですが、壁や窓ガラスがなくって当てる場所がないという時でも、他にも当てる場所が一つあります。皆さんの体ですね。これ雲台をフリーに下を向いた状態でこのようにまあ多少このエレベーターのところで調整できますから、エレベーターで調節しながらファインダーが覗きやすいようにこうして構えるということができると、非常にカメラが安定してポーズを確認しやすくなる、あるいは移動しながら動画撮影という時でも安定しやすくなるということなんですね。問題は縦位置撮影の時なんですが、雲台をフリーにしておいてこの吸盤が肩に来るようにして狙うと、こういった形で縦位置撮影でも使うことができます。このようにプロミニ320、重さ 320g の軽量三脚ですが、いろんな場面でカメラを支えるということに使うことができますね。このプロミニ320、90年代のカメラショーの時代からずっとこうしてアピールをしてきたという製品です。ぜひ手に取ってご覧ください。ちなみになんですが、これこのようにポーチ型のケースが付属してます。持ち運びの時はこのケースに入れていただくとカメラバッグの中に入れて運べるということですね。あと今販売している台紙、ブリスタパックの台紙にこのようなイラストがあるんですね。エッフェル塔風の記念写真をしている人の風景なんですが、実はこのイラスト、昔のプロミニの取扱説明書のイラスト、そのまま流用してたりします。懐かしいイラストですね。というわけで、伝統的な三脚、プロミニから引き継いだプロミニ320をご紹介いたしました。